はい、どうも始まりました。うさとチャンネルです。よろしくお願いします。今回の動画は前回の動画の続きでうずらのお洋服を作っていこうと思います。前回作ったね、粘土の模型に合わせて原寸の今回は型枠を取っていきます。少し長い動画なんですが最後まで見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。La la 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 la. La 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 la.はい、こうやってね、なんとかね、作ることができました。じゃあね、この作っていった部品をもう一度ばらして、それをね、ちょっとパソコンの方に取り込んで、ラインなどの修正をして、もう一度ちゃんとした型紙に起こしていこうと思います。La la 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 la.はい、こんな感じでね、型紙の方が無事に完成いたしました。前半ね、だいぶ荒っぽい作業で、こんな調子で大丈夫かなと思ったんですが、なんとかね、PC 作業で無理やり軌道修正できたと思います。はい、次回はいよいよね、正念場でね、材料をカットして縫っていく作業となります。果たしてね、無事にうずらの服は出来上がるのでしょうか。これからね、またうずらに関した動画、いろいろ上げていこうと思うので、今回の動画がよろしければ、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。今回はご視聴ありがとうございました。